皆さんこんにちは、フィリピン不動産 GSR の家村です。今私の方ではですね、このフィリピンのですね、ロックダウンが、ね、徐々に解除されてきて、経済活動が少しずつね開始しているわけですけども、そんな中でですね、このフィリピンの現状ですね、アップデート、毎週ですね、このフィリピンのね経済史なんかを取り上げながらですね、していきたいと、この動画を通じてしていきたいと思ってまして、今日はですね、いよいよですね、フィリピンでリートがですね上場しますので、ちょっとこちらの話題の記事をですねピックアップしてみましたので、ちょっとご覧になってください。はい、 SEC approved its first ever listing of a REIT company ということで、いよいよですね、リートが上場、これがね SEC 証券取引委員会の方で承認されましたという記事でありますので、ちょっとその、詳細を見ていきたいと思います。Property giant Ayala Land Inc. has obtained approval from the Securities and Exchange Commission to bring to public hands the country's very first real estate investment trust REIT that will raise as much as 15.1 billion peso in fresh capital for more local real estate ventures ということで、こちらのね、フィリピン初のリートなんですけども、アヤラランドってですね、アヤラ財閥というフィリピン最大の財閥の傘下にある、その上場してるねデベロッパーなんですけど、アヤラランド自体もですね、不動産業界ではトップというですね、こちらの会社がリートをまず、こうしますということですね。で、その調達、市場からの調達額はですね、今回ですね、151億ペソ、約300億円ぐらいですかね、ということになっています。はい。This will bring to public hands about 49% of a REIT if the over allotment option is exercised ということで、オーバーアロットメントもね、含めると、49% ぐらいがですね、市場で、に出回るという形になります。49% ですね。はい。はい、続きまして、Subject to approval by the Philippine Stock Exchange, A-REIT plans to run its public offering from July 27 to 31st and list under the ticker A-REIT on August 7th. ということで、実際ですね、こちらのですね、公募ですね。はい、まず公募を行うんですけども、これが7月27日から31日ですね。はい、ここで公募を行って、実際ですね、もうティッカーマーク A-REIT ということで、その後ですね、上場していくと。こういう流れになってますので、今ね、フィリピンのね、株取引、株投資というのもですね、結構注目されていてですね、この口座をね、開設している人も非常に増えているわけなんですが、私もね、フィリピンのね、証券のですね、証券会社の口座を開けているんですけども、ぜひね、この公募期間にね、このエリート、これね、ぜひ買ってみたいなと思いますね。はい。何倍になるかね、上場でね、何倍になるかね、非常にこう、ちょっとワクワクしておりますけども、もしね、フィリピンのね、証券口座持ってる方、ぜひですね、こういうのね、ちょっとトライして買ってみるといいんじゃないかなと思いますね。アヤラランドっていうのもフィリピン最大のデベロッパーが出す、リートですので、まずですね、かなりの人気になるんじゃないかなと思います。まだね、証券口座とか開いてない方はね、このタイミングで開いてちょっとね、チャレンジしてみてもいいんじゃないかな、面白いんじゃないかなと思います。私、ぜひね、ちょっと買ってみたいと思ってます。はい。Net proceeds from a REIT's offering of secondary shares will be reinvested by parent firm at Ayala Land in other local real estate and or infrastructure projects within a year as required by existing regulations. ということで、この調達した資金ですね、2段階に分けてですね、セカンダリーシェア、プライマリーシェアとね、セカンダリーシェアという2段階に分けて、資金調達をするようなんですけども、このセカンダリーの方はですね、アヤラがね、保有している不動産をですね、アヤラランドがね、保有している不動産をこう、組み込んでいくということと、あとインフラですね。アヤラもね、インフラの、水道とかですね、さまざまなインフラ事業やってますので、そこから組み込むのか、あるいは外からね、買ってくるのかっていうのがありますけども、そういった形で、ポートフォリオに組み込んでいくということですね。はい。On the other hand, the net proceeds from the primary offer will be used by a REIT for the expansion of its building portfolio through the acquisition of a first building. Teleperformance settled. ということで、あとですね、プライマリーオファーですね。プライマリーオファーの方で調達した資金なんですけども、こちらの方はですね、こちらも当然ね、リートですからね、当たり前ですけども、新しい資金をね、さらなるポートフォリオの拡大というものに使われるわけなんですけども、こちらの資金はですね、4棟目のオフィスビルということで、今3棟ね、
これオフィスビルでのポートフォリオを持っているはずなんですけども、さらにね、プラステレパフォーマンスセブというね、セブのね、オフィスビルを組み込むんですね。はい。で、セブのオフィス市場っていうのは、まあ、非常にですね、タイトなんですね。セブ自身がその非常にこう、経済成長してますし、その BPO 産業なんかの集積が非常にですね、こう、高いものですから、特にそのセブ市のですね、中心部ですね、IT パークとかですね、こういったところは非常にこう、もう、いわゆる空室率がね、めちゃめちゃ低い、もう 1% 台とかですね、そういう形なので、まあかなりね、高い安定した収益を見込める。そういった、セブンのですね、オフィスビルをポートフォリオに加えていくというね、そういう計画になります。はい。Leading corporation that primarily invests in income-generating real estate such as office spaces, shopping malls, service apartments, hotels, hospitals, and warehouses. ということで、まあこれね、これはですね、まあ一般的なそのリートの説明をしているわけですけど、まあね、日本ではね、もうリートっていうのは定着しているので、まあ皆さんもね、よくご存知なのかなと思いますけども、まあ要はですね、まあリートっていうのはですね、まさにその不動産を所有するためのですね、まあ箱と。で、その箱が上場しているということになりますので、まあね、収益性の高い不動産、例えばオフィスビルであったりですね、ショッピングモールであったり、サービスアパートメントだったり、ホテルだったり、病院なんかもね、ありますよね。あと、倉庫。はい。まあ、こういったね、まあ、資産をね、不動産を組み入れていくわけですけど、まあ、こういった資産というのはね、基本的にこのキャッシュをね、生み出す資産ですので、まあ、そういったものからね、上がってくるものがですね、投資家の配当になってくる。ですね。はい。This was meant to attract dividend-seeking investors because the REIT law requires the distribution of at least 90% of income as dividends annually. ということで、あともう一つ REIT の特徴っていうのは、まあ、REIT っていうのはですね、いわゆるその、なんていうんですかね、パスルーエンティティなんですね。ですからもうお金がですね、こう入ってきたものはほとんどそのまま投資家にこう、配当されると。こういうね、立て付けになってますので、まあ、ここではね、フィリピンの場合 70%、あ、90% ですね。最低 90% 入ってきた収益のね、90% はね、デビデンド配当としてね、投資家に渡していきますので、ですから、リートっていうのはね、非常にこう、利回りが高いということで、まあ、日本なんかで、J リートもね、人気ありますけども、世界的にやっぱりね、配当率っていうかですね、利回りが高いということで、この、リートが人気になっているということですね。はい。ということでですね、今日のですね、この記事の方をまとめていってみます。いきますけども、まず A リートですね、これ IR リート、A との IR ですけども、IR リートがまあ SEC 証券取引委員会から承認されましたので、いよいよフィリピン初のリートが上場されるということになってきましたね。はい。A リートですね、これ8月7日、はい、ティッカーマーク A リート、A リートというね、名前で上場します。はい、こちらですね、行っているのはですね、フィリピン最大デベロッパーのアヤラランド。これもちろんですね、アヤラ財閥の、会社になります。調達額は151億ペソ、約300億円ぐらいを、まあ、この市場から今回リートで調達すると。ですね。はい。で、この資金というのは当然ですね、ポートフォリオの拡大に使われて、特に今回の大きなポートフォリオの、増加の、物件としてはですね、このテレパフォーマンスセブというね、セブのね、おそらくね、非常にこう稼働率の高いですね。ビルディングだと思います。オフィスビルですね。これ多分、名前からすると BPO ですね。コールセンターとかに使ってるビルじゃないかなと思いますけども、こういったものをですね、加えていくということですね。ということで、まあ今回ですね、非常にね、今日大きな話題になるであろう、このフィリピン初のですね、リートについてですね、お話をさせていただきました。おそらくね、これによってまたフィリピンの、ね、不動産にですね、こう機関投資家等のですね、資金が入ってくる、チャンスになると思いますので、フィリピンのですね、不動産市場の活性化にも、一役買うんじゃないかなと思っています。ということでですね、今日はどうもありがとうございました。またね、毎週こういった形でフィリピンの最新経済情報とかね、マーケットの情報をお送りしますので、またご視聴いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。良い一日をお過ごしください。